はい、こんにちは、すわけだかと申します。お久しぶりです。声出しは久しぶりだね。久しぶりの声出し動画ということで、ついにですね、もう9月も中頃にな差し掛かる、まあ、頃になってきまして、もう1ヶ月切りましたね。とっくに1ヶ月切った後、数週、あと1週間ぐらいもすればもう制限予想の、もっと早いか、多分もっと早いか、下手したらもうあと3日4日で出るかもしれないですね。あと3日4日で出るかもしれないですが、制限予想のフラゲが回る頃ですね。うん、まあですので、その前に制限予想をやってみようじゃないか、禁止制リミットレギュレーションの予想やってみようじゃないかということで、今回はね、前にもね、動画で出したんですけれども、かなりやっぱし量環境なんで、まああんまし変えてほしくないなっていう意見もありつつ、まあまあまあそれはそれとして、まあ環境で、僕はまあ前々から言ってるように、急環境とかで猛威を振るったもんはもう全部ことごとくかけてやれっていう意見なんで、まあ僕はオルタガイストとサンダードラゴン使ってますけども、まあ正直な話、別にこれら2つがかかっても全然悲しくないというか、まあそれはそれで、それでも戦えるようだったら使うし、気に入ってるなら使うしって感じなんで、まあ環境というものはぶっちゃけもう一新してほしいと思う。まあそんなことはどうでもいいです。じゃあまあ早速なんですけれども、禁止制限予想やっていきたいと思います。まずは禁止カードの予想からやっていきましょう。どうぞ。はい、それでは禁止カードの予想なんですけれども、上からいきます。まずこちら、ランディライオン、これなんですけれども、タンポポサンバデッキ名なやこらって、ちょっとね8月中あんまり遊戯をできなかったんでわからなかったんですけど、まあちょっと休んでる間にタンポポサンバっていうデッキができてるよっていう感じ。まあ俗に言うグローブアップバルブとかダンディライオンとか、まあ要するにハリファイバーからこっちライオンできて、もしくはダンディライオンのトークンを使って、まあいろいろ悪さするっていうデッキなんですけれども。まあちょっとね、今のリンク環境だとダンディライオンは強制効果の上に何回でも使えるということで、まあ本当何回でも使えるんだね、このデッキね。トークンを使いつつっていうので、使い回して、また出して、さらにどっから送られても発動するみたいな感じですから。まあ、ちょっと悪さしすぎだな感はあるんで、スケープゴートと違って、その単なる超感特殊召喚もできますし、まあちょっとね、問題がありすぎだなということで禁止。で、サモン・ソーサレス。これもそうですよね。まあ、サモン・ソーサレスについてはね、結構なんか反対する意見も多いんですよね。ファンデッキを使う方とかは結構これからいろんな展開ができるっていうことなんで、なんですけど、まあでもな、ちょっとこれも、暴れすぎた感があるからね。で、これ制限だと意味ないんですよ、サモン・ソーサレス。ほんと制限だったら何の意味もないんで、やるんだったら禁止。なんだろうね。で、こちら、メガキャノンソルジャーアマゾネスのアーチャーね。まあこれも先行反切りを抑制するという意味では、この二つかなって感じがします。トゥーンキャノン、キャノンソルジャーとトゥーンキャノンソルジャーがいっぺんにかかったんで、まあかかるんだとしたらこの辺ですよねっていう。だから意味なかったんだよな、先行反切りを抑制するためにトゥーンキャノンソルジャー、キャノンソルジャーかけたっていうのは。まあこれ言われてたことだからな。これ本当言われてたことですからね。まあ、まずね、そのアーチャーともかく、メガキャノンソルジャーは、いやメガキャノンソルジャー、キャノンソルジャーかかってもメガキャノンソルジャーいるじゃんって言われたよな。まあ、ちなみには僕なんですけども、この二つがかかったとしても、プリーステスオームあたりを使った射出アンキルが流行るんじゃねえと思ってます。はっきり言って。はっきり言ってね。こっち、グローブバルブ。これがなんでかって言いますと、まあ、ハリファイバーを出せるっていうのはそうなんですが、再録されたじゃないですか。スーパーで。フラグだなと思ってます。はっきり言って。はっきり言って、トーナメントパックでしたっけ、まあ、そこで出たのはフラグだなと思ってます。あ、禁止にするためのものだなって、正直思って。で、ハリファイバー。これもそうなんですよね。ただ、僕の場合は、ハリファイバーは、制限にするだけでも痛いデッキ結構あるんで、例えば僕、ブルーアイズ使ってるんですけど、制限ちょっと痛いんですよ。依存しちゃったりしてるから。まあ、ハリファイバーに関しては、禁止にすることのもんじゃないなって。って気はして、制限でも十分痛いんで、かけるんだったら制限でもいいと思ってるんで、まあね、重要度あたりはこのここからだから、まあこれらあたりが残党なんじゃないかなっていうか、かけるとしたらこれぐらいしか考えなくて、それだったらかけない。で、これ、はい、これだよ、問題これだよ、もう何を置いたとしてもこれなんですよ皆さんね、もうこれ、もうこれをかけるかけないか、なんでこれを重要度の一番高い持ってるって、持ってこなかったかっていうと、かかると思わないからなんですよね。かかると思わないから。もう正直な話、これかかったら、もうこれがかかないんですよ。かけないんですよ。もうかけなくていいんですよ。はっきり言って。はっきり言ってかけなくていいんですよ。はっきり言ってね。
もうこれが、かかったんなら、もうこれかけなくていいんですよ。これも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 かけなくていいんです。全部かけなくていいよ。もう僕はかけなくていいと思って。かかる必要ないからね。不当逮捕されてるわけですから、こいつらの場合でね。こいつの場合で。じゃあでもかけんのかっていうと、かかんないんだろうなと思うわけよね。一番かけないんだったら一番丸いのはエラッタなんですけれども、それもしないと思う。こんな中途半端な時期じゃ。やるとしても2年度から、3年度からか。今2年度ですから、アニメが始まって。こんな中途半端な、ジャスト真ん中の今のこの時期に、やるとはちょっと思えないんで、かかんないよね。かかんないよね。はず、嫌だけど。で、逆に言うとこれかかるんだったらこっちかかんないんですよ。はっきり言ってね。これかけるんだったらこっちかかんないんです。まあ、かけてもいいけどね。かけてもいいとは思うけど、かける必要はないと僕は思う。かけてもいいけど。難しいなぁ。いや、だから何回も言いますけど、僕は何回も言うけど、これをかけろって言ってんの。僕は何回言ってもこれをかけろって言ってんの。絶対かけろって言ってんの。僕はもう半年、もっと前から言ってる。これはかけろ。1年前から言ってると思うけどな。はい、禁止カード以上で、じゃあ次制限カード行きましょうか。はい、じゃあ制限カード1枚だけ入れられるカードなんですけど、上から行きましょう。まず、マルチフェイカー。オルダーガイストマルチフェイカーですね。オルダーガイストの中でも中核のやつっていうか、このカードがあるからこそオルダーガイストは前に出てきたと言っても過言ではないんで、まあそれを制限するためにはここかなって気がします。ただ、オルダーガイストって結構なレベルでマルチフェイカーに依存してる部分があるんで、これがもしかかったのなら他もかけてほしいよね、と思う。俗に戦闘機と、まあ、口述しますけど、戦闘機とかは、もう同じレベルにならないから、1枚2枚パーツが消えたぐらいじゃ、もっとかけてほしいよねって感はある。これ願望だけど。で、次、ダメージレグラー。もうこれはね、もう前々から言われてることの一つだし、で、プラス、今だと先行ワンギルが流行ってるじゃないですか。今のね。で、ダメージレグラーって、まあ、その先行ワンギルを止める術のうちの一つなんですよ。そう。そのうちの一つなわけだから、しかも破壊までできるっていうすごいいい感じのカードだから、これ返ってくるべきなんじゃねえかな。もう正直な話、1枚っていうのはねえなって感じはしてるけど。で、海外ではもう返ってきてるんですよ、ダメージレグラーって。とっくの昔に返ってきてる。で、日本だけなんです、これだからって。まあだから、これから先もいっぱい、まあ、先行ワンキル云々のカードが出てくる。もしくはパーツ、カードが考えられるのであるならば、もうこれははっきり言って入れておくべきなんじゃないかなと思います。次、エンゲージ。戦闘起動エンゲージですね。これも難しいよね。まあ、というのもね、YCS でですね、遊戯王 YCS においてですね、戦闘機の、パーツ戦闘機のカードセットを買わないと大会に参加できないみたいなことがあって、まあ、コナミさん押してるんですよね、戦闘機を。ですので、今ここで戦闘機作るか戦闘機かけるかと思っちゃうんで。でも、かけなきゃなんないとは僕は思ってるから、かけます。で、ここ、優先度は低いんですけどね。優先度は低いけど、ウィノワンカーはかかり。まあ、ここもかけるべきだな。かかりかなどっちかというと。エンゲージかかり制限にしたら、まあ、オルタガイストも結構、まあ、トントンぐらいにはなるんじゃないかなと思ってます。で、マスマッチは週末の騎士。まあ、落とすカードですね。まあ、後者、週末の騎士はデストロトとか落とせるし、マスマッチはダンディライフとか落とせるんですが、ちょっと今のカードだと、他と相性が良すぎるというか、起点となるカードがめっちゃ多いんで、で、これ1枚引いていれば、2枚3枚以上のアドバンテージになっちゃったりするから、これも制限にかけるべきなんじゃないかなと思います。で、ベガマックス。ちょっとね、ここが怪しいね。ベガマックス、僕はかけるべきだと思ってるんだけど、じゃあなんで返したんやって話になっちゃうから。じゃあなんでお前返してんのかな。ちょっとまあ、コナミさんがね、そういう自分の過ちをあんまり認めたくないみたいな、中二病をめいた考えがあるから、これはちょっと怪しい。でもかけるべきとは思うから。いや、これかけるんだったらなんで返すよって話だけどね。これ返すんじゃなくてなんで返してよって話ですよ。で、ウィドマンカーがあるね。で、サンダーボルト。これも前々から言われてるんで、いい加減帰ってきてもいいかなと思います。禁止カードから帰ってくる枠は、これが一番残党というか。で、スケープコート。これも1枚打つと、一気に変わっちゃうカードになり、なっちゃったから、もう制限でいいかなって気はする。で、ハリファイバー。さっき禁止のところにも書いたんですけども、制限、さっき禁止の部分よりかは、
制限の方がありえるんで、ここに書いておきます、カリファイは。他にもね、例えば A、アサルトコアとかも考えたんですけど、どうかなあれ。いやまあ、他のパーツかければ A、アサルトコアをかける必要はなくなるから、むずいな。まあ、禁止から帰ってくるカードとかでもね。でもどうだろう。怪しいな。禁止から帰ってくるカードとか言い出すと結構、難しいな。まあ、他にはオルターガイストでマルチフェイカー以外にメリュシークとかも考えたんですけど、まあ、マルチフェイカーかけたらいいんじゃねというちょっと甘い考えがあるんですけど、どうでしょうね。はい、じゃあ次、純正限カードいきます。僕から下があれですね、会場、まあ、パーツたちですね。破壊輪。で、破壊輪は、まあ、そうですね、単純に制限カードである必要もないぐらいにパワーダウンしましたし、制限カードでも使われている時があんまないから。で、さらに言えば破壊輪を、なんていうんですかね、破壊輪を対象としたというか、破壊輪を召喚条件の、召喚条件としたモンスターも出たし、要するに、サポートカードですね。それが出たんだから、まあ、この辺で解除してもいいんじゃないかな。まずいきなり無制限っていうのはどうかなって思うんで、純正。で、ネクロス系ですね。ブリュナクのネクロス、ユニコールのネクロス。まあ、これもかけておく意味がないし、まあ、昨今の、なんです、儀式推しの内容だと、いい加減返してやれよとか思うから、毎回言ってるけどね、これ。で、新竜パーツ。マスター P、ドラゴニック D はともかく、まあ、復活とかダイナマイト K とかは帰ってきていい感はあるんで。まあ、ドラゴニック D も制限カードぐらいだったらいいかなと思わなくもないんですが、そこら辺はどうなんでしょうね。まあ、でもさすがにちょっと他の相性が良すぎるからダメかな。1枚ぐらいだったらいいと思うんだけどね。僕はね。僕は1枚だったら全然マスター P もいないんだったらいいなと思うんだけど。な、どうですかね。純制限はそんな良いかな。まあ、制限に僕が挙げてたのが純制限。まあ、例えばマスマチちゃん、週末の騎士が純制限になるっていう、あの、予想もあったんですけど。まあ、とりあえず制限で置いておきます。じゃあ最後に解除カードを言って終わりにしましょうか。はい、じゃあラスト、無制限カード、制限解除カードですね。上から、エルシャドール、ネフィルム、エルシャドール、ミドラーシュ。まあ、ネフィルム、ミドラーシュは、禁止。まあ、ネフィルムね、禁止、制限、純制限となってるんで、まあ、段階踏んで、まあ、特に問題ないと考えたので、この二つはもう一気に解除までいくんじゃないかと。で、ディスク外、これもそうですね。もう、っていうかもう、誰も使ってないし、かわいそうだな、感が溢れる絵だっただからな、誰も使ってないもんな、これ。ほんと使ってる人いねえもんな、かわいそうすぎるわ。で、スパイラルドローン。まあ、スパイラルが、まあ、結果残すってわけじゃないんですけれども、まあ、これは、単体だと意味ないんですよ。これって、他のカードと組み合わせて、絶対強いっていうカードだから、まあ、これは、他がかかってるんだとしたら特にいらないんじゃないかな。で、他に帰ってくるもんがある。仮にまあ、なんて言うんでしょう。スパイラルリゾートとかが帰ってくるんだったらまず帰ってこないけど。他が帰ってきてないんだったらこれも返す。っていう感じですね。で、神の警告。これもそうだね。宣告が純正義になってる以上、まあ、警告は、まず3枚積まない。絶対積まない。宣告2枚、神系2枚っていうのがデフォなんで、今だと。まあ、通告もあるから、まあ、3枚かけてきても絶対に入れる人いないと思うんで、まあ、帰ってきてるんじゃないかなと。で、ナイトアサシン。これなんで制限カードなのか意味がわかんないんで。これ。これも毎回毎回思うけど、絶対、まあ、いつか帰って、まあ、もしひょっとしたら忘れてってる可能性あるよね、コナミさん。そもそも存在を。え、このカードあったっけみたいな。もう完全忘れてたわ、みたいな感じがあるから。で、純制限にかもしんないけど、僕は無制限になってもいいと思ってるんで、無制限。ですね。はい、以上です。そんな感じですね。まあ、まあ、とりあえず何もかも言うけども、ファイアウォールだよ。ほんとファイアウォールだよ。禁止リスト。禁止リストのうちに関わってきてるの全部ファイアウォール絡みだから。ファイアウォールのおかげで彼らは不当に逮捕されてるっていうのがあるから。やっぱどうやってもな、英断にしてほしいっすよね。このあたり。バシッとファイアウォールは禁止狙ったって言ってくれたらね、すべて解決する気はするんだけど、難しいんだろうな。主人公って難しいね。主人公のカードってね。ダンディライオンも主人公のカードなんだけどね。はい。はい、以上になります。アクテカの制限予想でした。果たして、まあ、数日後も、一週間後もしくは数日後合ってるのかどうか。それは皆さんの目で確かめてくれ。アクテカでした。またお会いしましょう。バイバイ。